19世紀に、ヤンマテイコが描いたドゥーゴシュの肖像画ヤンドゥーゴシュは、ポーランドの司祭、年代記作者、外交官、軍人、また、クラクフ司教、ズビグニエフオレシにつき数奇教の秘書を務めた。ヤンドゥーゴシュは965年から彼の没年である1480年までの南東ヨーロッパ及び西ヨーロッパで起きた諸辞跡について執筆した有名なポーランド王国に関する、 年代期によって最もよく知られている。この作品は1701年から1703年の間に初めて印刷された。同書の中で、ドゥーゴシュは著者である自分をどのように位置づけるか迷ったらしく、自分のことは三人称で読んでいる。ドゥーゴシュは同史にあるクラクフ大学で教育を受け、1434年黒服の席主席司祭だったおじによって、 黒部区の聖マルチン教会のリツ修辞祭に認じられた。黒部区は、シロンスクのオポーレ広告に属していた都市であり、つい最近ポーランドオーブ・ワディスワフ二世やゲオによって征服されたばかりだった。ドゥーゴシュは千四百五十二年までこの地に泊まっており、同市に修道院を創設している。千四百五十年、ドゥーゴシュは、オーボ・ゾフィア・ホルシャンスカと、国王カジミエシュ四世から、 ハンガリーのセッショフニャディアーの首都ボヘミア貴族ヤン自シカとの紛争の調停を頼まれた。6日間の交渉の後、ドゥーゴシュは両者を講和させることに成功している。1452年、ドゥーゴシュはクラックフの立州自祭となった。1455年、クラックフでは大火が発生して都市の大半と城壁などを焼き、ドゥーゴシュの家にも燃え広がった。 彼はその後もカジミエシュ4世の命令で、教皇庁や神聖ローマ皇帝の宮廷へと外交交渉に赴いており、13年戦争では国王とドイツ騎士団との和平交渉に加わった。1461年、ルーゴシュを含むポーランド政府代表団は、ボヘミア王、イジーのミシュトシロンスクのビトムで会合を開いた。6日間の協議の末、両国は、 同盟を結ぶことを決めた。13年戦争中の1466年、ドゥーゴシュはシロンスクのブロツワフに特使として派遣され、シロンスクの諸公国がドイツ騎士団に課体でしないよう説得を試みた。ドゥーゴシュはこの任務に成功し、翌1467年には国王の次男カジミエシュ王子の家庭教師となっている。ドゥーゴシュは、 プラハ大司教に就任するよう要請されたが断り、死の直前に、ルブフヒロツカサ教に就任した。ルーゴシュは、マクデブルクのビガントの中高ドイツ語の年代記、クローニカノバプラテニカを大雑把な形で、ラテン語に仮翻訳している。仮翻訳であるため、ドイツ語圏の固有名詞について、多くの間違い、特に人名、地名などで混同が見られる。特に、 ポーランドとドイツ騎士団の決戦が行われた場所のドイツ語名は緑の野原を意味するグルンフェルデであったが、通語書はこれを間違えて緑の森を意味するグルンバルトとしてしまい、後にはこのグルンバルトの名前の方が定着してしまった。ありがとうございます。